本日、12月13日にですね、東京スポーツ新聞社制定、プロレス大賞選考会議が、行われまして、新日本プロレス、内藤哲也選手が2年連続2度目の MVP 受賞を果たしました。今年の選考ではですね、年間を通じて IWGP ヘビー級王座を防衛した岡田和親選手、と、IWGP インターコンチネンタル王座を上半期に保持し、真夏の祭典 G1 クライマックスを制覇した内藤哲也選手、そしてベストバウトの試合を連発した、ケニー・オメガ選手3名が、候補に上がりまして、内藤選手がですね、まあ、年間を通じて、常に、ファンに話題を提供し続けた、岡田選手の、防衛という実績をですね、さらに、凌駕するほどのですね、発信力で、ファンの支持を、常に拡大したということ、そして、抜群の会場人気を持って、衰えないロス・インゴ・ベルナドレスでハプオン旋風を、巻き起こし続けたということが高く評価されまして、1回目の投票でですね、21票中15票を獲得して MVP 獲得が決まりました。それでは内藤選手、受賞のコメントをいただいてもよろしいでしょうか。まあ、今日はプロレス大賞の会見ではありますが、ちょっと一つ大事な言わなきゃいけないことがあるので、ちょっと話し逸れてしまいますが、いいですか、岡本さん。手短にお願いします。手短に、はい。まあ、昨日発表があったケニー・オメガ対クリス・ジェリコのダブルメインイベントの件ですね。ダブルメインイベントという発表ありましたが、まあ、ダブルメインイベントの第一試合っていうのは要するにセミファイナルですから、4年前僕は経験してますから。まあ、今回ダブルメインイベントっていう発表はありましたが、あなた方は所詮セミファイナルなんですよ。あなた方は所詮内藤岡田戦の前座なんですよと、何かちょっと余裕を持ちながら発表を聞くことができました。でもですよ、俺は G1 クライマックスを優勝してこの東京ドーム大会メインイベントの出場権利賞を手に入れた。岡田和親もケニー・オメガも出場しているリーグ戦で優勝してこの東京ドーム大会メインイベントの権利賞を手に入れたわけですよ。新日本プロレスにとって東京ドームのメインイベントっていうのはそれぐらい大切な場所なわけでしょう。なのに世界的な知名度があるっていうだけでメインイベントがダブルメインイベントに変更されてしまう。まあ、新日本プロレスにとって G1 クライマックス優勝、そして東京ドーム大会のメインイベントっていうのはその程度のことなんですかね。いや、知名度はやはりとても大事なことですよ。世界にアピールするには彼の知名度を利用しない手はないでしょう。もちろんそれは分かってますよ。でも新日本プロレスが世界にアピールする、それにおいて一番大事なことは、これが新日本プロレスのメインイベントです、これで新日本プロレスは世界に打って出ますってアピールすることじゃないの。世界的な知名度がある、違うだろう。今押さなきゃいけないものは我々が普段見せているものだろう。いや、この新日本プロレスはいつまで海外の某団体のご機嫌を伺ってたら気が済むんだって。中村選手が移籍した時もそうだったでしょう。人気選手が移籍してしまうにもかかわらずおめでとうって、それはないぜ。そんなゴマすってばかりいるような会社が世界一のプロレスの会社になるわけないでしょう。選手がどれだけ頑張ってもこんなことしているようじゃ世界一なんかになれるわけがない。今回のダブルメインイベントの件に関して
僕は新日本プロレスの姿勢にがっかりしたっすね。ってことで、じゃあ岡本さん、プロレス大賞の会見始めましょうか。だいぶ空気重くなってやりづらいんですけど、うん、続けて大丈夫ですか？いや、早く続けてください。あ、すいません。はい、それでは、内藤選手はですね、はい、去年に引き続き2年連続の受賞と、なりました。2年連続2度目の MVP ですね。でこれまでですね、あの2年連続で、MVP を受賞した選手っていうのは、よし、あ、ごめん、今会見中だから、ちょっとまた後で書きますか。携帯電話はちょっと、いや、どうぞ進めてください。いや、いつもか、普段何、何かあるんですか？普段から、うん、大きい声で言ってくださいよ。普段から携帯電話、いつも言ってるじゃないですか。僕が思ってることは口に出さなきゃ誰にも何も伝わらないんですよ、ね、これプロレス界だけじゃないから、一般常識だから、これ基本ですから。岡本さん、何か思ってることがあるならはっきり言ってくださいよ。あの携帯電話の方ですね、うん、あのマナー、分かった、分かった、もう分かったよ、もう長いから、すいません、皆様急いでるから、もうこの話の続きは後でファミレスで聞いてあげますから。はい、じゃあ先どんどん進めてください。いや、清野さんだったらこんな進行下手じゃないよ。すいません、もっと勉強してきてくださいよ。司会進行、すいません、ね、ってなれないもん。はい、進めてください。すいません、では気を取り直して、ラピド、あ、はい、ラピド、カブロン、はい、急げということですね。いや、いいから、早く。2年連続の MVP というのはですね、アントニオ猪木選手、ジャンボ鶴田選手、天竜源一郎選手、そして、岡田和親選手、過去に4人、成し遂げてるんですけれども、これが史上5人目の快挙ということでですね、昨年に引き続きの MVP 受賞について、コメントをいただければと思います。あ、俺、まあ、2年連続 MVP ということで、いや、岡田だろ、いや、ケニーじゃないのって思ってる方もいらっしゃるでしょう、うん、まあ、ただ、残念ながら選考委員の皆様は何票ですか？21票中15票ですね。なるほど、ほとんどの方が内藤を支持したと。まあ当然の結果でしょう。この1年間さまざまな話題を提供し、そして皆様を楽しませてきたわけですから、まあ当然の結果かなと思いながら、今日この時間のスケジュールをちゃんと開けときましたよ。まあ何が一番気になるかって言ったら、やはり東京スポーツの岡本記者が一体誰に票を入れたのかと、それぐらいですね。まああとは当然のことが当然のように起こっただけ、まさにデスティーノですよ。続きまして質問なんですけれども、まあ選考会でもですね、議論になった、まあ、岡田選手の今年の実績が、非常に群を抜いていたということでですね、まあ、実力の岡田、人気の内藤というような議論もですね、出されたんですけれども、内藤選手に軍配が上がった理由、ご自身ではどう分析されておりますでしょうか？まあ、その選考委員会の中では実力の岡田、人気の内藤ということですね。まあ、そういう声もありました。なるほど。確かに岡田はこの1年間 IWGP ヘビー級王座を守り続けたと、チャンピオンであり続けたと、それは俺は経験したことないことですからね、とてつもなくすごいことなんだろうなとは思います。ただ俺は岡田に負けてないですからね、直接対決してないですからね。逆に一緒にエントリーした G1 クライマックスで優勝を手に入れたのは岡田じゃない、内藤ですから、彼は優勝決定戦にすら駒を進められなかったわけですからね。まあ間接的な勝負ではありますが、俺が勝ってたってことでしょう。
まあ、彼の実力は認めますよ。でもやはり彼には実力以外の部分で何か足らないものがたくさんあるんじゃないですか。彼は俺を見ていろいろ学んだ方がいいの。彼に足らない部分が俺にはたくさん、俺はたくさん持ってますよ。まあ、そういった中で来年1月4日東京ドームで岡田選手の IWGP ヘビー級王座に挑戦するわけなんですけれども、はい、まあ、今回の受賞というものが一つモチベーションになったりはされますでしょうか。1年間 IWGP ヘビー級チャンピオンだったのに MVP になれなかった。新日本プロレスに金の雨を降らせてるはずなのに MVP を取れなかった。さぞかし彼は肩身の狭い思いをしてることでしょう。俺が東京ドームで楽にさせてやりますよ。彼もそれを望んでることでしょう。その他、質問等ございましたら、挙手の上お願いいたします。はい、夏選手、これ昨年も同じ質問は多分してると思うんですけど、はい、まあ、今回ベストバウトは 1.4 東京ドームの、岡田対ケニーなんですけども、はい、まあ、ベストバウトに関しては2年連続取れていないという部分があると思うんですけど、はい、そこに関してはどういう感想？非常に悔しいですね。素直に悔しいですね。まあ、相手のことを褒めるわけではないですが、この選考会は今日行われたわけですよね。そうです。12月に行われているわけで、この1月の試合がベストバウトに選ばれるってよっぽどインパクトがないと選ばれないわけでね。ただただベストバウトを取ることよりもさらに難しいわけで、いや、それはね、岡田でありケニーであり素直に素晴らしいことだなと思うし、素直に俺は悔しいですね。だってダブル受賞もいたわけでしょ。今までMVP も取りながらベストバウトも取ってる選手はいるわけで、俺も別に今年それが可能だったわけで、でもベストバウトには俺は選ばれなかった。それ素直に悔しいですよ。他に質問ありますでしょうか。内藤選手、はい、岡本記者は一体誰にMVP 投票したのでしょうか。これはですね、はい、誰に投票したっていうのはなかなか言えないものがありまして。なるほど、はい、例えば僕が、はい、内藤選手に入れましたと仮に言いまして、はいはい、そうすると、はい、じゃあその内藤選手に入れなかった審査員はですね、はい、容疑者がさらに狭まってしまったりとか、なるほど、まあ、いらない圧力を生んでしまうということがありますので、はい、まあ、その誰が誰に入れたっていうのはね、そんな気になります、ね、なりますね。特に岡本さんに関しては気になりますね。何人が候補いたんですか、MVP の候補は。MVP の候補は、最終的に、はい、内藤哲也選手、岡田和親選手、ケニー・オメガ選手ですね。3人ですね。はい。じゃあ、イエスかノーなら答えられるんですか。内藤に入れたイエス、ノー。答えられません。なるほど。これ入れてないってことですね。なんでですか、うん、イエスかノーで答えられないと言ってるだけですよ。いや、これはノーでしょう、完全に。なんでですか。いや、例えば僕が入れましたというと、はい、今度は入れなかった人を、岡本さん、ちょっと長いんで、はい、その続きはファミレスで後でしましょう。はい、すいませんでした。取り乱しました。トランキーロですよ、岡本さん。すいません、トランキーロ。ちょっと焦っちゃいました。焦んなよ。すいません、前半のですね、いらない、部分がちょっと長引いてしまったのでですね、質問の方もちょっと出尽くしたかなというところなので、これにて会見を、終了させていただきたいんですけども、最後にですね、内藤選手、まあ、来年の抱負などをいただけたらと思いますけれども、2018年なんですね。まあ、そうですね、まあ、まだ2017年ですけども、まあ、2018年も引き続き内藤哲也、そして我々ロスインゴベルナーブレステハポンが皆様をさまざまな話題で、そしてさまざまなプロレスの試合の結果で楽しませることでしょう。あとは来年の投票で岡本記者にぜひ MVP 内藤哲也投票していただきたいと。岡本さんの心に刺さるようなプロレスを来年
僕が提供しますよ。まあ、それが目標っすかね。小さすぎます？いや、でもまあ、例えばですね、3連覇なんてなるとですね、これは猪木さん、天竜さんしか成し遂げてないですね。なるほど。いや、それ、3連続の MVP 取れるか取れないか、すべては岡本さん次第ですよ。トランキルっていうのが岡本さん次第ですよ。岡本さんのインフラにかかってますから。今流れはトランキルの流れだと思ったんですけど、僕次第だったんですよ。はい、じゃあちょっと、来年の内藤選手の活躍も非常に期待しておりますので、はい。そういうところでですね、本日の会見を終わらせていただければと思います。本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。アディオス。